のさ、ごまご相談があるんだ。どうしたの？僕、マキュリの少女ちゃんに告白する。おっそー、 え、まだ付き合ってないの？バカってなんだよ。こっちはたくさん悩んで夜も眠れぬ日々を送ってるんだぞ。もし断られたらとか考えただけで気が狂いそうになるんだ。あ、終わった。ミミさん、まあ大丈夫だよ。リス君なら顎長いし。いや、どういう意味？リス君はとっても優しいし大丈夫、頑張って。クマくん、ありがとう。いえいえ。あ、そうだ、くれぐれもあの超音波声デカ妖怪のウサギさんだけには秘密にしといてな。え、あ、ごめん。いや、全部聞いたで。全部だ。リス、うつな。リス君、マチュリの少女誰にも言わないでよな。おゆ、やっぱりちょいとしちゃった。どんぐり野郎がマチュリの少女ちゃんに心らしい。くさ、はい、絶好、さよなら、バイバイ。次は法廷で会いましょう。いるぞー。ほえ、ウサギさんが今ちょいたで、リシュ君がマチュリの少女ちゃんに告白するってツイートしてますよ。どうするの、マチュリの少女ちゃん。緊張してきた。ついにマチュリの少女ちゃんに彼氏が。ヒルフアで初めてのリア充ってこと？私彼氏いますよ。どういうこと？豚鼻に彼氏がいるってこと？おめえ豚鼻なめんだ。息吸いやすいの極みぞ。白雪ちゃん、そうなんだ、知らなかった。最近できたんですよ。この前デートもしました。写メ見ます？え、見たい。どれどれ。彼氏めっちゃ背高いんで顔あんま見えないんですけど。どこの部分これ？あ、これは首の部分ですかね。首長くない？どういうこと？キショ。リス、マッキュリの少女ちゃん。あ、リス君と時々と付き合ってたでや。うん、え、何？